吉根さん、速稼塾の久保でございます。そして、ね、私はね、今自分が住んでいるこの町の町内会長をしてるんですよ。今回のタイトルは稼ぐ町内会長です、ね、私ね、この町に住み始めてまだ3年なんですよ。吉根さんも来ていただいたと思いますけども、3年といえばこの町内では一番の新参者ですね。で、長い歴史、この50年ともいえるね、この町の歴史のわずか上っ面の3年を過ごしてるだけなんですよ。でもですね、ここに転居してきた年に班長っていうのをあの指名されて、次の年には副会長に指名されて、次の年、今年はですね、会長をやらされてるんですよ。これはね、推薦によるものなんですよね。まあ、ある程度はこれは押し付けなんだろうなとは思いましたけども、町内会長になってね、ただでね、町内会長になるわけないんですよ。私はね、今ね、稼げる町内会長なんですよ。どうやって稼いでるかっていうと、まあ、実はね、町内会の発信をこの YouTube でね、たまにしてるんですけども、そこに気づいた方が、他の町内の方ね、同じ県でもない他の県の町内会長の方が、同じようにこれからね、衰退していく町内会ってものをどういうふうに運営すればいいかって非常に困ってるんですよね。そこに対して私の動画を見つけて、久保さんの話本当にね、面白いです、ためになります、っていうか YouTube で町内会を運営してるっていうのが珍しいです。それでぜひね、話を聞かせてくださいってことだったんで、まあ、お話をね、させていただいたりとかする中で、実はね、その町内会の運営を教えてくれという形で、どんな風にどんなツールを使ってどういう風に呼びかければいいのかとかね、日々どういう風な業務を町内会長とすればいいのかっていうことを、なぜかね、私に聞いてくるんですよ。私もね、町内会長をやって半年ですよ。で、何の成果も出していないっていうか、今年は町内会の行事はほとんどできてないわけなんですよ。なのに私の方に熟練の町内会長さんが問い合わせをしていただいて、そして私のね、町内会長コンサルタントコンサルティングを受けるということになりました。で、こんな方がね、全国に4名いらっしゃるんですよ。コンサルティング費用は29万8000円です、3ヶ月。これをね、本当にいいんですかって形で向こうの方が言ってくださって、私のその町内会の運営の考え方を吸収したいって言ってね、で、私の方にお問い合わせいただいて、たくさんの事例に対して私はそれを答えるってことをしてるんですよ。まあ、そうするとね、全部解決しないまでも本当にスムーズになったということだと思います。いや、ちょっと役に立ってよかったなと思います。あと1ヶ月ね、契約期間残ってますんで、11月もしっかりとね、サポートしていきたいんですけども、おおむね問題解決は完成したということなんで、多分11月は特にお問い合わせないんじゃないかなと思います。ということでね、町内会長をやるってことは稼げるんだなと、そんな時代になったんだなと思いますね。いや、面白いですね。だからね、何でもいいんですよ。何でも、本当に何でもいい。私もね、町内会のお知らせをする程度にしていたんですけども、それをね、他の町内の人が SEO で引っかかったんですよね。なんかね、町内会運営を YouTube でしてる方がいるみたいだってことで、で、聞いて、時にはね、役員会議でそれをみんなで見たらしいんですよ。そしたらみんながね、やっぱ YouTube とかインターネットってすごいねって賛同していただいて、でもみんなできないよねってことで、私がね、こう言うんですよ。できる人から徐々にやって、10年後には全員がインターネットを使えるようになればいいんじゃないですかと。今からね、70代後半とか80代の方にインターネットを使いましょうって、それは酷な話ですよ。でもね、10年後には今中学生とか高校生で若手として町内会に入ってくる人がいるじゃないですか。その人たちはインターネットがないともはやね、参加しないですよ。で、この言葉がかなりね、心にフックをかけたらしいんですよ。じゃあインターネットの中で何をすればいいんだってことになって、まあ、鉄板の3つがあるんですよ。それはですね、まずはね、ホームページです。町内会のホームページを作ってくださいと。ホームページの作り方を教えます。簡単です。人数使ってください。無料ですと。運営費かかりません。これが1つ目。2つ目は、そのホームページにバナー広告を貼ってください。アフィリエイトです。アフィリエイトのやり方を教えます。簡単です。そこに町内の方が当たり前のようにアクセスしたら、アクセス収益が上がりますから、それを町内会費用に当ててください。儲かりますよっていうふうにお話しました。で、3つ目がですね、LINE ですね。 LINE のグループを町内会で作って、で、クローズドにして、そこで連絡すれば、もはやですね、 LINE ができる方は町内会の会議に必要ないと。参加する必要がない。それでも参加したい方はどうぞいらっしゃいなんだけど、ほとんど必要ないですよと。それこそね、やっぱりたまには町内会の人と会議をしたいなって方は、もう LINE で連絡は済んでるけども、そこに参加するのはいいよということでね、この3つを私のサービスとしてお付けしてます。1つがだから LINE アットで町内会運営ですよね。で、 LINE ができない人はリアルな運営も並行してやればいいんですよ、当面10年間ぐらいはね。で、それからバナーでアカウントを作って、アフィリエイトをするってことですよね。で、バナーを貼るべきホームページは町内会のオリジナルホームページを作ってくださいと。運営費は無料ですということですよね。で、そこに回覧板をスキャンしたものを貼り付けておけば、それで終わりですから、簡単でしょと。ですので、私はですね、今ね、ホームページを
作ってあげて、その作り方じゃなくて運営の仕方です。運営の仕方を簡単ですよ、人数ですから。コピーペーストだけなんで。それを教えるのが一つのサービス。二つ目のサービスはバナーの貼り方。これもすごく簡単なんで、こっちでバナー発行してあげて、はい貼りましたよ。で、こういうふうにやるんですよというのを YouTube で流すだけと。で、三つ目は LINE アットで町内会の運営と。これで30万です。私にしてみればこれ1日終わる仕事ですね。1日で30万、29万8千円。これが4件。先月と先々月で取れて、あ、せやわ。先々月の。8月、9月で順番に取れていって、順番に契約が終わっていって、最終的な契約終了が11月の末で最後の一組が終わるって感じですよね。うん、で、これね、まあこうなるんじゃないかなと思ってたんですよ。ね、吉田さんね。あの、町内会っていうのは、基本的には町内会費っていう数百円みたいなのを集めて成り立たしてるんですけども、とてもじゃないけど給料は出ないんですよね。町内会の運営に携わってる方。だから自力で稼げばいいんですよ。自力で稼ぐ。自分で工夫して町内会運営の中で誰からもお金をもらわないように、町内の誰からもお金をもらわないようにしてでもちゃんと稼げる方法はあるってこと。特に町内会っていうのはもう日本にはね、1100ぐらいの地方自治体があって、さらにそれよりも数が多いんですよね。町内会っていうのは少なく見積もっても1万ぐらいの町内会はあるでしょう。さあ、その1万以上の町内会に対して町内会発信してるのは多分私だけなんですよ。まあ他にもいると思いますけどね、調べてないんで。でもどうですかね、多分町内会の運営が、もうすでにね、収益を生んでるのは多分私だけじゃないかなと思いますよね。うん、ということでね、稼ぐ方法が本当に無限にあるんで、町内会長 YouTuber、もしくはね、町内会長じゃなくてもいいですよ。うん、町内会長じゃなくても、私が町内会長だったらこういう運営をしますよっていう風な YouTube でもいいと思うんでね、なんかね、そう考えたらもうネタがありすぎてね、もう困りますよ。ね、何の変哲もない平凡なね、ガードマンさんがいるとするじゃないですか。じゃあガードマンさんは、今日一日そのガードマンの仕事で起きたこと、気づいたこと、面白かったこと、つまんなかったことを YouTube とかね、ブログにまとめるだけでもう立派なコンテンツですよ。そしたらいろんなガードマンさんがそれ見ると思いますよ。ガードマンの楽しみ方、ガードマンの怒り、ガードマンの不満、これ共有するわ、共感するわみたいな感じでね、できると思うんですけどもね、まあ、稼げること次第じゃないかなと思います。ということでね、泥水が入ったコップに通じるんじゃないかなと思います。そして業務連絡でございます。吉田さん、8日に、なんかありますよね、車のイベント。四国なんですね。うん、私ね、三原だと思ってました。とてもじゃないけど、四国に行くまでの、私のね、ナイト2000の度胸はないです。すみません。ということで、車のイベントは、非常にね、吉田さんとそういうのに参加したらすごく楽しいんでしょうけども、ちょっとすみませんけど、却下させていただいて、そしてね、9日、10日あたりにいらっしゃるのかな？いらっしゃると思うんですけども、私の家にお越しになる、ようでしたらいいんじゃないかなと思うんですよ。どうですかね。10日はね、町内会の会議が19時からありますんで、18時にはもう出なくてはなりません。ですんで、それに引っかからなければ OK ですし、9日もね、1日空いてるかなっていうところですよね。1日空いてるのかな。まあ空いてるといえば空いてるな。大丈夫ですね。まあもしね、福山に寄るようでしたら少しでもお越しいただければと思います。ただ、今までと違って、大和くんがいらっしゃいますんでね、大和くんが。うちに宿泊はもうできないんですよ、すいませんけども。ですんで、まあ、私と会って、ちょっとね、2、3時間ご一緒させていただくぐらいのものになると思いますけども、それでよろしかったらぜひね、いらしてください。まあ、私、隠居してますんで、大したお話ではできませんけども、積もることもありますんでね、よろしくお願いします。まあそこでね、できれば2034ということにさせていただこうと思いますけどもね、イベントではないですけども2人で会って2034、今年はこんな感じですという形でね、放送できれば最高です。ではいってらっしゃい。